いつもご視聴ありがとうございます。そして初めましての方は初めまして、夜勤明けライダーと名乗るものです。さて今回の動画はですね、ちょっと最近個人的に 150cc クラスのバイクが気になっておりまして、なんでかっていう理由なんですけれども、去年にセカンドバイクとして購入したスズキの GSX-R125 がですね、まあ乗りやすいことこの上なくって、気がついたらそっちにばかり乗ってしまうようになってしまいまして、 125cc でもね、最大で15馬力も出てしまうバイクですから、僕としてはそのパワーにとても満足していますし、回して走ってもね、そんなにガソリンを食いませんし、自分の体格には実にちょうどいいというですね、僕にとってはほとんど火の打ち所のないバイクなわけなんですけれども、唯一一点弱点を挙げるとすれば、これは 125cc バイク全般に言えることなんですけれども、高速道路や自動車専用道路はもちろんのこと、下道でもですね、一部のバイパス区間では走ることができないところもあるというところなんですね。もちろんこれはね、購入前から分かっていたことで、でもまあ普段からどうせ下道しか走らないから 125cc でも自分にとっては不便はないだろうと判断してですね、購入したわけなんですけれども、いざ実際に 125cc のバイクを使ってみるとですね、確かに不便は感じなくっても、その自ら選んで下道を行くのと、お上とかね、お偉いさんから禁止されているから下道を行くのとはですね、同じ下道を行くツーリンでも何かが違うんですよね。この気持ちを理解してくださる方がいらっしゃいましたらかなり嬉しいんですけれども、多分ですね、心理学でいうところのカリギュラ効果っていう心理現象だと思うんですよね。禁止されるとね、逆にやりたくなっちゃう、見るなと言われると是が非でも見たくなっちゃうっていうですね、誰もが一度くらいは感じたことがあるんじゃないかなと思う、あの気持ちになるんですよね。自分でね、 125cc を選んでおいて、君どんだけわがままやねんっていう話だと思うんですけれども、ということはですよ、僕がツーリングの時になんとなく感じているこのモヤモヤを解消しつつ、通勤とかのタウンユースでも活躍してくれる排気量イコール 150cc がですね、自分にとって一番適している排気量のバイクなんじゃないかという結論に至ったわけなんですね。そういうわけでですね、少し前置きが長くなりましたけれども、今回の動画ではですね、2023年4月現在に国内メーカーが日本国内向けに販売している 150cc クラスのバイクをですね、まとめてみた動画になりますので、ご興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。2023年4月現在の国内向け 150cc バイク1台目、スズキジクサー150cc の国内向けマニュアルミッションバイクといえば、スズキのジクサー150が最初に思い浮かぶという方が多いんじゃないかなと言いますか、まあこれ以外ないんですけれども、今後はね、ヤマハから YZF-R15 が発売されることが決まっていますから、2種類に増えることにはなるんですけれども、あちらはフルカウルに倒立フォークの本格スポーツモデルのバイクであるのに対して、ジクサー150の方はストリートファイターの王道を行くようなバイクなんですね。スズキのジクサーといえばね、もともとは2014年にインド向けに発売されたバイクで、低価格低燃費、空冷単気筒エンジンの車体は堅牢で扱いやすくって、しかもトレンドと先進性の両方を抑えた活かしたデザインがですね、インドの若者のハートをわしづかみにして爆発的にヒット。現地メディアが主催するバイクオブザイヤーにおいて13もの部門を総なめにしたスズキの大ヒットモデルのバイクなんですけれども、インドだけでなく西アジアや中南米でのヒットも受けて、2017年から日本国内でも K2 輪の新規ユーザーの開拓を目論んで販売が開始されたバイクなんですね。そして今年の1月27日に発売された2023年モデルのジクサー150なんですけれども、トリトンブルーメタリック、グラスパークルーブラック、ソニックシルバーメタリック、パールブレイズオレンジの3カラーの展開でですね、まあ、僕としては黒が一番かっこいいななんて思っているわけなんですけれども、多分僕が 150cc バイクを買うとしたら、ジクサーか YZF-R15 からの選択になると思うんですよね。ちなみにジクサー150はジクサー250のような油冷エンジンではなく、普通の空冷エンジンなんですね。まあ普通なんて言うとね、ちょっと語弊がありまして、ボアが 56mm、ストロークが 62.9mm のロングストローク、かつフリクションロスを徹底的に排除した作りのエンジンみたいで、中低速のトルクがバチクソに太いみたいですし、リア側のモノショックは7段階でプリロード調整が可能みたいですから、タウンユースからワインディング、そしてちょっとくらいなら未舗装路でも、どんなシーンでも扱いやすそうなバイクなんじゃないかなという印象がありますね。そして大きくて見やすそうなデジタルメーターには、時計や燃料計、シフトインジケーターといった何かと便利な情報が表示されますし、ジクサー SF250 を取り回した時にかなり便利だった角型のグラブバーもついているんですね。これだけね、ライダーにとって嬉しい装備がついて、新車価格は38万5000円というですね、40万円を切ってくるあたりが、さすがは鈴木さんという感じですよね。
ただ ABS の装着はフロントブレーキだけみたいで、なんだよそこは期待外れだななんて思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、僕みたいな古いタイプの人間からするとフロントだけでも十分贅沢に感じますね。なぜかというとフロントタイヤが滑ったらバイクは一発アウトですけれども、リアタイヤならね少しくらい滑っても全然リカバリーが可能ですから、まあリア側にもね ABS がないよりはあった方がいいに決まっていますけれども、最悪なくてもなんとかなるんじゃないかなと思います。2023年4月現在の国内向け 150cc バイク2代目ヤマハ X-Force。 2022年にヤマハから発売された X-Force は2016年から台湾向けに作られていたフォースを元にですね、マジェスティ S の後継機として国内向けに導入されたスクーターモデルのバイクでして、とは言ってもね、ハンドル周りとか足回りとかフロントカウルとかね、あまりスクーターっぽくない印象でですね、ストファイトスクーターを足して2で割ったような印象のスクーターですね。 ABS は前後装備で、しかもトラクションコントロールまでついているみたいです。お手持ちのスマホに専用アプリを入れて車両とコネクトさせれば、走行履歴やオイル交換の時期、バッテリーコンディションや故障情報まで知らせてもらえるというですね、メーター機能の拡張も可能みたいなんですね。そしてエンジンはヤマハが独自開発したブルーコアエンジンで、可変バルブ機構まで搭載しているらしくって、バカでかいエアクリーナーボックスの主張がとても激しいバイクとなっておりますので、非常に元気で燃費のいいエンジンに仕上がっているみたいですね。かなり豪華な装備をしているにもかかわらず、新車価格は39万6000円というですね、多分このクラスでは一番コスパのいいモデルなんじゃないかなという印象のスクーターですね。お買い得なんじゃないかなと思います。2023年4月現在の国内向け 150cc バイク3代目ヤマハ NMAX155。 NMAX155 は NMAX125 の派生モデルとして2017年から販売されている軽二輪スクーターなんですけれども、正直なところ先ほどの X-Force と価格面でも装備面でも、そしてスペック面においてもですね、そこまで大きな差は見受けられないんですよね。多分ですね、どちらを買おうか迷った方も多いんじゃないかなと思うわけなんですけれども、一応違いとしては車体デザインが X-Force が男性的で武骨な見た目であるのに対して、 NMAX の方は女性的で美しく洗練されたデザインをしているように見受けられますね。ここら辺は好みの問題なので、どちらがいいかなんていうことは言えないんですけれども、またですね、 X-Force よりも NMAX の方がシート高が5センチだけ低いんですよね。ただですね、バイクの足つきってシートやシート下の形状も大きく影響してきますから、数字だけ見て測ることはできませんから、実際またがってみないことには何とも言えないんですよね。これだけ聞くとね、ほとんど違いなんてないように聞こえますけれども、2023年モデルの NMAX155 では、新たに設計されたフレームとバネ下重量の軽量化が図られているようで、X-Force よりもワインディングなどでより軽快な走りがしやすい印象ですね。新車価格は40万7000円となっているようです。2023年4月現在の国内向け 150cc バイク4代目、ヤマハトリシティ155。出ましたね、ヤマハ独自のフロント二輪スクーター、トリシティ155です。トリシティには他にも125と300のモデルもありますし、取扱店のみの完全受注生産にはなりますけれども、フロント二輪の大型バイク内見 GT も結構有名ですよね。トライク以外でフロントが二輪のバイクといえば、ピアジオの MP3 が世界初だったように記憶しているんですけれども、その MP3 なんですけれども、当初日本ではトライクと同じ扱いで普通自動車免許で乗れたらしいんですね。トライクは今現在でも免許区分は自動車扱いなんですけれども、2009年の法改正によって三輪でも並んでいる車輪の間隔が一定距離以下の場合、運転特性が極めて二輪に近くなるということでですね、免許区分を二輪扱いにすると MP3 の発売後に法改正がなされたんですね。こういった形のバイクにはね、僕は今まで一度も乗ったことがないので、どんな乗り味なのか全く想像できないんですけれども、インプレッション記事などを読む限り、低速域での操舵性はやはり重く感じるが、走り出せば直進でもコーナリング時でもかなりの安定性があって安心感が違うというような記事ばかりで、そういった心理的な余裕のおかげで乗り手が疲労しにくくて、車とバイクのいいとこ取りをしたような特性のバイクみたいなんですね。もしもですね、この動画をご覧の皆さんの中にトリシティのオーナーさんがいらっしゃいましたら、どんな乗り味かですね、教えていただけると嬉しいです。新車価格は今度4月14日に発売される2023年モデルのもので56万6500円のようですね。まあタイヤもホイールもブレーキもですね、他のモデルのものよりも一つ多いですし、フロントの足回りなんてね、僕では全く理解できないほど複雑な構造をしていますから、お高くなってしまうのも仕方のないことなんじゃないかなと思います。まあそれでも一度乗ったらね、癖になってしまいそうな乗り物なんじゃないかなと思います。2023年
年4月現在の国内向け 150cc バイク5代目ホンダ PCX160、 通勤快速の異名を持って2010年から10年以上にわたってロングセラーを続ける PCX125 の派生モデルとして生まれた K2 輪のスクーター PCX150 がですね、2021年にエンジンを一新して PCX160 として生まれ変わって現在に至るこのモデルなんですけれども、通勤だろうがツーリングだろうがどんなシーンでもそつなくこなすとですね、かなり評判のスクーターですから、どれを買おうか迷ったらとりあえずこれを選んどきゃ間違いないでしょっていうくらい安定のモデルなんじゃないかなと思います。エンジン音も静かで振動も少なくって、長距離走っても疲れにくいモデルとしてかなりの高評価を得ているスクーターですね。 ABS はフロントのみの装着みたいですけれども、トラクションコントロールと同等のシステム、ホンダのセレクタブルトルクコントロールを搭載しているみたいです。新車価格も他と比べて高すぎず安すぎずの412,500円。あまりの優等生ぶりにね、これ以上話を広げられないので次に行かせていただこうかなと思います。2023年4月現在の国内向け 150cc バイク6代目ホンダ ADV160、 こちらはスクーターにアドベンチャーバイクとスポーツバイクをミックスした感じのモデルのスクーターですね。もうハンドルやメーター周りだけを見るとね、ガチのアドベンチャーバイクとほとんど見分けがつかないくらいよく似ていますね。そして跳ね上がったマフラーに、フロントサスペンションのストローク量は 130mm、 リアは 110mm のリザーバータンク付きダンパー、そしてタイヤもブロックパターンのものを履いていますから、他の同クラスのスクーターと比較して、まあガチの林道は多分難しいかもしれませんけれども、少々の悪路でも安定した走りを見せてくれるんじゃないかなと思います。こちらも PCX160 と同様に ABS はフロントのみ、そしてホンダのセルクタブルトルクコントロール搭載で、新車価格は473,000円ですね。平日は通勤などのタウンユースで、そして週末には羽を伸ばして自由に好き勝手冒険してみたい、特に国道みたいな脇道にそれるのが大好きだというような方にはぴったりのスクーターなんじゃないかなと思います。2023年4月現在期待の国内向け 150cc バイク、ヤマハ YZF-R15、 そして先日ですね、日本国内での販売が正式に決定したヤマハの YZF-R15 ですね。販売時期や価格は今のところ未定のようなんですけれども、僕個人としては期待しかしていないですね。だいぶ昔2012年に一度国内導入された実績もあるようなんですけれども、当時の日本では 150cc クラスのバイクに対する理解度があまり深まっていなかったというのもあって姿を消してしまったんですけれども、何気に海外では着実に進化を遂げていたようでして、満を持しての国内再導入ということでですね、まあどうしても日本では 125cc と 250cc ばかりに目が行きがちになると思いますんで、今回動画で取り上げることにしたわけなんですけれども、インド使用車における YZF-R15 の事実を挙げれば、倒立フォークにクイックシフター、アルミ製スイングアーム、搭載された 155cc エンジンは最高出力がなんと 18.4 馬力というですね、だいたい15馬力前後が多いこのクラスにおいては抜きん出た出力をしているんですね。そして今現在のヤマハの 150cc スクーターと同様、可変バルブ機構が備わっていて、低速域から中高速域までかなり扱いやすくて面白いエンジンなんじゃないかなという印象が強いです。このクラスでね、そこまでするなんて、多分インドの経済発展に伴って10年くらい前と比べたら豪華なバイクが売れるようになった証拠なんじゃないかなと素人ながら推察しているんですけれども、もしかしたらもうね、インド向けのバイクはとりあえず安くて頑丈であればいいっていう時代はとっくの昔に終わりを告げているのかもしれませんね。この YZF-R15 を皮切りにね、鈴木から GSX-R150 やホンダから CB150R も国内導入されれば、かなり熱い展開になりそうではあるんですけれども、日本の場合はまだまだ同じ車検がなくて高速にも乗れる K2 輪を買うのであれば、150よりも 250cc がいいっていう風土が根深いように思いますから、どうなるかはまあ分かりませんけれども、これをきっかけにですね、 150cc 市場が盛り上がりを見せてくれたらいいななんて思っております。ということでですね、今回はバイクの中でも 150cc という排気量のモデルにフォーカスを当ててお送りしてきましたけれども、いかがでしたでしょうか。実は GSX-R125 でも行動におけるシーンによってはまだまだ余力があるなぁと感じるケースもありまして、高速に乗れたらもっともっと面白いだろうなぁなんて思うこともよくあるんですね。ただ日本ではそれは不可能ですから、ひょっとしたら 150cc クラスがですね、一番自由で一番面白い排気量なんじゃないかななんて思っていますね。その証拠にですね、細々ではありましたけれども、ずっと国内のラインナップから消えることがありませんでしたから、一定のニーズはずっとあったんじゃないかなと思うんですよね。実は 150cc の利便性と面白さに気づいているという人はとっくに気づいている排気量なんじゃないかなと思います。ただですね、複数台で一緒にツーリングに行くとなると、高確率で置いてけぼりにされると思いますので、ツーリングはソロ、もしくは十分に気心の知れた間柄の人としか行かないという人にしかおすすめはできない排気量ではありますね。そして最後になりましたけれども、このチャンネルではバイクやバイク用品のレビュー動画、バイクにまつわるエピソードトーク、また一人芝居に
によるバイク関連のコント動画、さらには今回のようなバイクカタログを読んで自分なりの言葉でその魅力をお伝えする動画などなどですね、バラエティあふれるバイク動画をお届けしているチャンネルになります。よければ他の動画もチェックしてみて、もし気に入っていただけましたらチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で失礼いたします。よければまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。